どうも、ハルです。今日紹介するのは、じゃん、超絶パズドラウエハースセレブレーションパレード。久しぶりのパズドラウエハースでございます。久しぶりだね。はい、まだパズドラやってんの？やってます。今コンパスが面白いけれども、はい、でも捨てられないって感じ。捨てられないですね。そうなの。やっぱちょこちょことやっちゃうんですね。やっちゃうですね。そうなんですね。やっちゃいます。で、最近はですね、アルテミスを使っております。強いの？それ強いです。おお。パッケージはどんな感じですか？闇アテラと、エスカマリでございます。じゃあ早速開封していきます。1ウェハース目、あー、こいつは幸福の運び手、クワトン。明らかにザコ枠です。これなんだっけ、超絶レアとかあるんだっけ？ありますね。ニューイハース目、ギャル系来ないかな、ギャル系。おお、超絶レア来ましたね。来た、いいじゃん。アナザークルセイダー、コスモじゃないんだね。かっこいい系ですね、これは。これ結構手に入れるのがちょっと難しい感じの。これはなんか強そうな。これはでも降臨モンスターなので、ちょっとあんま強くないかもしれない。なんかセントセイヤみたいじゃない？なんか分かりますね。分かる、うん、なんだろう。シルバーセイント、ブロンズセイント、うん、サウエハース目、おお、超絶レア、すごい。降参聖明王、ギャル系、ギャルかな。めっちゃ手足、なんかさ、手足がこういう肌の色を見るとさ、魔人とは思い、トワかと。ドラゴンボールヒーローのね、トワ様みたいだよね。はい、やばくね、超絶セリア結構今回出てる。すごいね、いい確率だね。ロングウェハース目、まず笑ってしまったね。イエローガジェット、ガジェットとかもめっちゃうまいやんけ。この落差がすごいね、可愛い系と。ラストダーンダーン、わー、エーギルですね。弱い、とてつもなく弱い、こいつは。おっちゃんやん。おっちゃんですね。ヒゲ生やしておっちゃんやん。そうですね、エーギルですよ。仙人みたいやん。かの有名なエーギルですよ。有名なの？エーギルは超有名ですよ。弱くて、弱くて。そうなんだ。はい、というわけでね、今日はこの2枚がとってもいいカードでした。テロン、さよなら。